い、どうも、田原元成です。この動画では直線競馬のデータ攻略というところで、初級編と中級編と上級編、この3つに分けてね、データ分析の方を行っていきたいと思っております。今回ちょっと新しい試みなのでね、どんな感じになるか、なかなか難しいのかもしれませんが、かなり参考になるような、そんなところを心がけて動画を作ってみました。ぜひね、最後までご視聴いただければと思っております。では最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。この動画ではですね、3つに分けてお伝えをしたいと思っております。まず1つ目が、初級編。まあ、初級編というかね、その直線競馬で抑えるべき3つのポイント。まずここをね、前段として知っておく必要があるのかなと、そんな風に思っております。次にお伝えする中級編というポイントなんですけれども、こちらはですね、初級編でお伝えする3つのポイント。こちらをさらに深掘りをいたしまして、よりデータの精度を高めていく、そんな作業となっております。で、最後に上級編というところで言うと、ちょっとね、この条件だとあんまりよろしくないよ、みたいな、そんなようなものについてね、ちょっとご紹介をさせていただく、そのような形となっておりますので、最後までよろしくお願いいたします。で、まず初級編でお伝えすることなんですが、直線競馬において3つのキーワード。これをね、まずお伝えさせてください。まず1つ目というのが外枠。で、2つ目が筋量。で、3つ目が牝馬。この3つをね、まず押さえていただきたいんですね。まずは外枠に関するデータなんですが、こちらをご覧ください。2016年以降の枠順別の成績を表したものとなっております。見ていただければね、お分かりいただけるかと思うんですけれども、枠順が外に行くに従って、好走率もどんどん上がっていく、こんな分かりやすいデータはないかなと、そんな風に思いますね。まあ、その競馬でご存知の方であれば、新潟1000メートルが外枠有利、これはまあご存知かなと、そんな風に思うんですが、こうして数字で表すとね、よりその傾向が顕著になっていく、そんな風に思っております。で、まあ単純なデータだけで言うとね、本当に外枠だけ狙ってりゃいいじゃんみたいに、そんな風に思うんですけれども、やっぱ僕はね、その理由を知りたいんですよね。なんで外枠がいいんだろうみたいな。僕のこういったデータ分析に関しましては、データからまず数字を導きます。で、その導いた数字が、その背景としてね、なんで内枠が有利とか、なんでサンデー系が強いとか、そんなようなところをね、解き明かしていきたいっていうのは僕のなんか、そういったポリシーといいますか、そういったところなんですね。なので今回ちょっと、その外枠がなぜ有利なのか、そういったところに照準を絞ってご説明をしていきたいと、そんな風に思っております。まあ、外枠が有利な理由といたしまして、僕は馬場。まずここが挙げられると思うんですね。まず競馬の前提といたしまして、競馬ってね、その1枠から8枠まであるんですけれども、すべてその横一列でスタートするんですね。例えばこれが陸上競技ですとかだと、外枠8レーンがね、こうちょっと前に出てる。そんな感じになって、その距離ロスをこうなくすというか、ちゃんとみんな平等に400メーター走るんだよとか、そういう風になっているんですが、競馬にはそれがありません。まあ、なので例えばその中山芝1600メーターですとか、東京芝2000メーターとか、そういった条件ですと、外枠がすごい不利とか、内枠引いてよかったみたいな、そんな陣営の声も聞かれるんですが、あれは本当に競馬の特性といいますか、こうどんな枠であっても、どんなコースであっても、こう1列でスタートするので、その枠順の有利不利が出る。そこはね、まず前提として覚えていただきたい、そんなところでございます。じゃあなんでその馬場が影響しているのかという、そんなところなんですが、まず競馬っていうのはね、その直線競馬におきましては、直線競馬専用の馬場なんてないんですよ。要は他のコースと共用して使われるわけなんですけれども、例えばその新潟外回りだったりとかね、そういったところと同じような芝コースを使われます。なので例えばそういった外回りコースで外を通った馬というのが、イコール直線競馬における真ん中とかね、内枠に該当してしまう。そうなると、やっぱその使い込まれている芝ですので、やっぱどうしてもね、ダメージが受けて、ダメージを受けてしまって、こうなかなか前に進まないというか、で、結果的にその荒れていない外枠を通った、外ラチ沿いを通った馬が上位に進出する。まあ、これがね、基本的というふうな、基本的なものとなっております。とはいえ、ジョッキーもそんな手をこまねいて見てるわけでもなくてですね、例えば内枠を引いた馬ですとか、そういった馬がこうスタートして、こうスタート切って一気に外に、外ラチ沿いを向かっていくみたいな、そんなこともよくあるんですね。あれがなんで起こるかと言いますと、やっぱその、あのまんままっすぐ通っては、競馬にならないというか、不利だということを分かっておりますので、外枠の不利をなんとかして、少しでも距離ロスをというかね、ババアのいいとこ通りたいという心理が、ああやって外枠をこう、みんなラチ沿いを向かって走るみたいな、そんなようなことが起こるというふうに僕は思っております。なので、ちょっとこれはまた先の話になるんですけれども、意外と直線競馬って前が詰まることが多いです。これなんか意味わかんねえなと思って最初見てたんですけれども、そういったからくりがあるところもね、また覚えていただければと、そんな風に思っております。で、続いて2つ目の要素として挙げたのは筋量。こちらについてご説明をさせてください。まあ、筋量のデータなんですが、まあ、こういった数字になるんですけれども、まあ、これもシンプルですね。基本的には軽い馬がいいです、直線コースは。
なので、斤量51キロ以下とかね、そういったところに該当するような馬が好成績を残している数字としてもね、すごく表れていると僕は思っております。斤量の中で、ね、もう一つ見逃せない要素、こちらについてもね、ご紹介をさせてください。ですね、それがまあジョッキーに当たるわけなんですが、結構そのデビューして間もないジョッキーとか、まだキャリアがね、浅いジョッキー、または女性ジョッキー、そういった方々というのは斤量の班で恩恵を受けることができます。まあ、いわゆる減量騎手と、ね、呼ばれるようなものなんですが、例えば普通の馬に乗っているんだけれども、いわゆるキャリアを積んだ騎手と比べて3キロぐらい軽いとか、そういったことを受けられるんですね。で、直線競馬というのは、まあ、これ上級のクラスになるとまた話が変わってくるんですが、基本的にはまあ直線一騎、あんまりそのペースメイクであるとか、そういったものに気を使わずに済むような条件です。なので、まあ、スタートさえ決めてくれれば、ある程度はね、そこからも斤量の勝負というか、枠と斤量が結構重要になってくるという、そんなところでもありますので、このジョッキー、この条件に限っては、減量騎士の活躍、これがすごく目覚ましいです。こちらが、2016年以降のジョッキーの勝利数、これを並べたものになるんですが、1位が藤田奈々子ジョッキーでした。まあ、藤田奈々子ジョッキーというのは、まあ、基本的に今もね、女性騎手の恩恵といいますか、斤量がずっと軽いんですよね。これにいつからか確か改正されてそうなったと思うんですけれども、それに加えてやっぱこのジョッキー、そもそも直線競馬うまいです。やっぱそういった背景がありますので、まあ陣営もそれを分かっていて、藤田ジョッキーをすごくこうね、依頼殺到みたいなそんなことになっているんだと思いますし、その結果が生んだこの勝利数だと思っております。なのでこう、例えば競馬新聞であったりとか、ネット上のね、馬中などを見る際に注意していただきたいのが、いわゆる黒三角であったりとか、星印とか白三角とか、まあ、ひし形ですから、ね、今と確か馬中で藤田ジョッキーとか女性騎手がなそうなっていると思うんですけれども、そういったいわゆるなんか特殊な印がついたジョッキー、これはね結構その直線競馬において穴を開ける存在、そうなっておりますので、まあ、注意してみていただければと、そんな風に思っております。最後にちょっと牝馬についてなんですけれども、こちらまず勝利数をご覧いただきたいですね。こちらが、ボバと牝馬の勝利数を比較したもの、そういったものになるんですけれども、本当牝馬の勝利数がもうダブルスコア以上の、そんな圧倒的な勝利数を誇っております。でこれ結構母数がね多いのがすごく気になっていたんですが、例えば母数が多いってどういうことかと言いますと、母数が多いということはそんだけね、まあいい言い方、良くない言い方かもしれないですけど、あんまり活躍できていない馬がとりあえず出してみようみたいな、直線競馬だしなんとかなるかなっていう、そんな希望的観測の出走も僕は多いと思うんですね。にもかかわらず高走率という観点においてもボバを圧倒的に上回る、これはちょっとね、やっぱ牝馬だからこそこの条件で評価を上げる、その、ね、結構シンプルな論法すら通用してしまうような、それがこの直線競馬の特殊性を物語っている、そんな風に僕は思っております。で、まあ、これ一般的に当てはめるのはちょっと危険かなというそんな気もするんですが、まあ、牝馬の方がねよく言われているのが手先が軽くて、いわゆる軽い芝とかそういったねスピード競馬に対応しやすいというような、そんな特徴があるという風に思っております。それこそまだね今ほど牝馬が全盛ではない時代、昔においても短距離戦においては結構牝馬が活躍をしていたとか、そんな背景もありますので、まあ、それがね今もなお引き継がれているような、そんな気がしております。あと牝馬に関してはね、斤量の面で恩恵を受けるという、そこもねちょっと見逃せないところかなと僕は思っております。ボバとの比較で、まあ、ベースとしてまず2キロの差があるんですね。でそこに例えば3歳の牝馬、夏の3歳牝馬って斤量の恩恵をさらに受けることができまして、それプラス、例えば黒三角騎手、いわゆる3キロ減で臨めるようなそんな騎手が乗った場合は、なんと49キロという超軽量みたいな、そんな斤量になるんですね。で同じようなレースで、例えばボバのね、コバ4歳以上のボバが57キロを背負うケースがあります。57キロと49キロ、その差8キロ、これはでかいですよ、さすがにやっぱそういった部分っていうのは直線競馬で非常にね、差が出てきてしまいますので、やっぱそういった部分も含めて牝馬の構想が目立つ、それがこういったデータというふうに表れております。でここで一旦初級編の方をまとめさせてください。まずこの直線競馬における攻略のアプローチ、この第一段階といたしまして、まず外枠で、斤量で牝馬、この3つをまずは気に留めておきたい、そんなところなんですね。で、これはもうひたすら掛け算という作業になっていくんですが、例えばそのね、夏競馬今週から新潟が始まるんですけれども、8枠を引いた馬がいます。その馬は牝馬です。で、その牝馬というのは3キロ減のね、減量騎手で臨みますってなったら、やっぱね、この動画を
あれあのことかなみたいに思ってもらえると思うんですよね。その馬が必ずしも来るとは限りません。なんですが、そういった意識づけをすることによってね、まず直線競馬への第一アプローチというか、そういったところが見えてくると思いますので、ここからさらに深掘りをしていくんですが、そことのね、掛け算にあたりまして、まずこの3つを前提として覚えていただければ、そんな風に思っております。はい、ではここから中級編と題しまして、さらに先ほど申し上げましたデータの深掘り、こちらの方を行っていきたいと思っております。まずは外枠についてですね、外枠をさらに深掘りをしていきたいと、そんな風に思っております。外枠有利なのは分かるんだけど、全レースね来るとはもちろん限りません。ただその中でより外枠が際立つようなデータ、そういったものを今回の動画ではご紹介をしておきたいと思っております。今回僕が注目したのは外枠における馬場コンディション、こちらですね。要は外枠を引いた馬がどんな馬場状態だったらより高走率が上がるのか、そんなところに着目をしたんですが、すごく分かりやすい数字が出ております。こちらをご覧ください。こちらなんですが、かなり極端な数字ですね。まず両馬場なんですが、両馬場における7枠と8枠、馬券内率でいうとね、そんな低くはないんですけれども 30% には達してはいません。ただですね、やや重馬場、やや重になった時に7枠の高走率、馬券内率が 37% まで跳ね上がりました。8枠もね 30% 台ですので、両馬場の8枠よりも高走率としては高い、そんなデータとなっております。最後に重から不良、こちらねあんまり出現回数としては多くはないんですが、こちらがですね、7枠のいわゆる重から不良における7枠の成績、これが 34.4% 馬券内率で、8枠に関しては馬券内率なんと 48%、 もうほぼ5割です。そんなような凄まじい数字が出ているのがこの直線競馬の特徴、そういう風になっております。でここではさらにデータをもう一段階もっと深く掘りたいというところで、重から不良馬場、この状況における枠順別成績、こちらを出してみたいと思っております。こちらをご覧ください。これ何が一番すごいって、もちろん7枠から8枠この成績は素晴らしいです。まあ、5枠とかね6枠とかそういったところでも構想はあるんですが、内枠が完全に死んでます。1から3枠を引いた馬というのがたったの1頭しか馬券圏内がありません。で4枠というね、なんとかして外枠に行けるかなと、そんなような条件ですら2連帯しかしていないという、これねその本当にすごいデータだと思ってます僕は。ただこういうデータって例えば人気別でね、たまたま内枠に人気がなかったんじゃないのとか、そういった声もあると思うんですが、ここまで言ったらそんなのあんま関係ないですね。逆に言うと、本来人気になるべき馬が内枠を引いたからこそ人気が落ちてしまう、そういった前提があるにもかかわらず構想が全く叶わないというね、そんなこともありますので、逆に言うと8枠とかね、こういった条件だと8枠というだけで人気が上がるという、そんなケースもあると思うんですね。そういった中においてこれだけの高い高走率を誇る、高い勝率を誇る、こうなったらもう正直このまんま見てしまうのが僕は賢明だと、そんな風に思っております。はい、続いては血統面でねちょっとアプローチをしていきたいと、そんな風に思っております。まあ血統でかなりこの特殊な条件ですので、血統は偏ります。例えば昔なんかはねよく桜爆信用とかそういった子供がよく構想していたんですが、近年はちょっとその差がね取って変わる種牡馬がいるんですね。いわゆる今の近代の直線競馬におけるナンバーワンの種牡馬、これはロードカナロアで間違いないです。このロードカナロア産駒というのが直線競馬を使われたのが2018年が初めてだったんですね。なのでデータの集計期間で言いますと約2年ほどこうちょっとハンデを背負ってしまったというか、そんな感じなんですが、それにもかかわらずこの集計期間において勝ち数トップ、これはもう適性がありすぎますね、この産駒に関しては。まあ、その中には例えば昨年のアイビスサマーダッシュを勝ったジョーカナちゃんとかね、そういった馬が直線競馬でいきなり結果を出すとか、そんなこともありまして、やっぱその直線競馬×ロードカナロア産駒、これもまたね、思考停止とまでは言わないですけれども、この産駒を見つけたらちょっと評価を上げてみようかなと、そんな風になっても全然ね僕はいいと思っております。はい、ではここからねロードカナロア産駒に関する深掘りデータ、こちらの方をご紹介させてください。これ初級編の方でちょっと申し上げました、外枠と筋量と牝馬、これが3つ掛け算をすることによってさらに数字が跳ね上がる、そのようなデータとなっております。で早速見ていきたいんですけれども、外枠を引いたロードカナロア産駒の牝馬ですね、ロードカナロア産駒の牝馬が7から8枠を引いた時、こちらの成績が2321、馬券内率 87.5%、とんでもない素晴らしい成績が出てしまいました。でこの中に一番人気馬何頭いるのかなと、そこをちょっと調べてみたんですが、3頭しかいなかったんですね。
3頭しかいない中でこの馬券内率の驚異的な高さ、例えばこの中に5番人気2着とか多少ね穴妙味があるような構想もありましたし、本当にこのロードカナロア3区の直線競馬に対する適性と、先ほど申し上げました前提の部分ですね、まあ、外枠外とか筋量軽いとか牝馬とかそういった部分が合わさった時にすごく信頼度が上がる、そのようなデータとなっております。最後にですね、もう一段階踏み込んだアプローチ、こちらの方をしていきたいと思っております。まあ、主張級編といってもそこまで肩肘張らずに見ていただければと、そんな風に思うんですけれども、ここで注目したのはノーザンファーム生産馬×直線競馬の関係、こちらについてちょっとね、語らせていただければと、そんな風に思っております。でまずはね、その集計期間の2016年以降、こちらにおけるノーザンファーム、ノーザファーム生産馬の成績なんですけれども、こちらですね、まあ数字の上で言うとそこまで、大丈夫な気もするんですけれども、なんか5勝も上げてるんだったらいいじゃんと、そんな風に思われるかもしれないんですが、ここからねさらに分けていくとだいぶ話が変わってくるという、そんな感じとなっております。でここでちょっとクラス分けをしたような成績なんですけれども、未勝利と1勝クラス、2勝クラス、3勝クラスで、オープン特別10勝、そんな感じで分けてみたんですが、5勝全てが1勝クラス以下、未勝利から1勝クラス、言ったらその2勝3勝オープン10勝、まあ、上級寄りですかね、そういったクラスだと全く勝てていないのがノーザンファーム生産馬の現状なんですね。でこれ僕の中でだいぶ異常事態だと、そんな風に思っているんですが、結構ノーザンファームって昔からね、その芝中距離長距離 G1、 これはもうしょうがないです。ただその最近というのは、例えばグランアレグリアのようにそのスプリント路線までね、矛先を向けても結果を出せるようになったではあるんですが、この直線競馬においてはね、その効力がなかなか働いていないと、そんなような現状が見え隠れするような、そんなデータとなっております。で、まあ、この理由なんですけれども、そもそもね、前提といたしまして、ノーザンファームってこの条件を狙って仕上げられるってことまずないんですよね。例えばそのクラシック戦線がね、まあ、一番の目標だと思いますし、もしそこからちょっとこぼれ落ちてしまった馬、そこはマイル路線に行きます。でもしマイル路線でもね、ちょっとっていうところで言うと、ダートに転じて、たくさん稼がせるみたいな、そんなようなところまで視野に入れてると思うんですが、直線競馬だけを狙ってっていうのはね、ちょっと多分、そうですかね、あんまりこの得策と思ってないのかもしれません。結構近年ね、その牧場という部分もフィーチャーされてきまして、そのノーザンファーム生産馬だから評価を上げるとかね、オッズが下がるとか、そんなようなこともあると思うんですね。特にその重賞レースにおいてすごく力を発揮するような牧場ではあるんですが、ことこの、直線競馬という舞台に関して言うと、ノーザンファームだから評価上げるとか、そういったものはもしかしたら違うのかもしれません。そこではなくね、この条件においては、いわゆる、どうですかね、マイナーという言い方は良くないな。あまりその普段は表舞台になかなか顔を出していないような、そんな牧場さんですとかね、そういった方々というのはこの条件を狙い撃ちして、ここでなんとか稼がしてやるみたいな、そんなようなところで言うと、ノーザンファームとの底の差がね、結構積み重なった上でのこのノーザンファームのちょっと不審ぶりというか、そんなものが際立っているのかも、そんな風に僕は思っております。でここでちょっと終わってもいいんですが、もう一点だけちょっと補足をさせてください。ノーザンファームね、確かにその上級クラスでは全く評価がね、よろしくないんですけれども、5勝は上げている、これは事実です。なのでこの5勝のちょっと内訳をね、僕見てみたんですが、なんと驚くべきことに5勝は全て7枠から8枠、逆に言うと7枠から8枠を引かない限りノーザンファームの馬は勝てない、そんなような逆張りもできるのかなと僕は思っているんですね。本当内枠での成績はとてもひどいことになっておりますので、まあ、ノーザンファーム生産馬にこれ限ったことではないかもしれないんですが、ちょっとこんなに極端な数字が出るとはちょっと思わなかったので、まあ、本当に例えば2勝クラスより上の条件に出たノーザンファーム生産馬で内枠にいましたと、もうその瞬間馬中から消しちゃうみたいな、極端な話そこまで言ってもいいのかなと、そんなようなことすらちょっと想像してしまうような、こんなちょっとノーザンファームのね、そんなデータの方をご紹介させていただきました。はい、以上で直線競馬のデータ分析は終了となります。今回こういった形で、初級編と中級編と上級編、まあ、こんな感じで分けてやってみましたという、そんなところですね。まあ、今後夏競馬もね、まだまだ続きますし、秋競馬、冬競馬、いろんな時期の競馬がありますので、そういった節目かなんかでね、こういったちょっと新しい試みというか、そんな動画をやっていけたらと、そんな風にも思っております。何か例えばリクエストとかあればね、僕の方でできる限りお答えできればと、そんな風に思っておりますので、どしどしお寄せください。そんな感じでよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。